ドルフィンプロジェクトは、イルカの解放を主張するアメリカ合衆国の動物愛護団体、イルカプロジェクトとも呼ばれる。反、イルカ漁、反捕鯨映画、ザコーブ主役のリック・オバリーが1970年に創設した。日本では、和歌山県東室郡大寺町で、毎年およそ半年ほどの間、小型クジラ類の追い込み漁業の阻止の活動を行っている。 水族館などに捕らえられたイルカだけを愛護する団体であり、2010年以降はシーシェパードと組んで胎児からイルカを輸入しないように関係する国にも赴いて反対活動を行う。1960年代の米国のテレビドラマ、ワンパクフリッパー撮影中にイルカを次々に死なせてしまい、調教師を解雇されたリック・オバリーが1970年4月22日に イルカプロジェクトを創設した。オバリーは水族館のイルカの網を破るなど、わざと犯罪をして、名を打った。1975年に、米国の2頭のイルカを放流するなど、ブラジル、ハイチ、グアテマラなどでも、それぞれ何頭かのイルカを水槽から解放した。2003年に、オバリーは初めて大事町に行き、2009年に大事や日本の捕鯨文化を、 批判的に描いた映画ザコーブの主演をオバリーが演じた。また2015年の反省映画ビハインドザコーブ捕鯨問題の謎に迫るで目的は日本への外圧であると話している。映画ザコーブはプロパガンダとみられる。2014年イルカプロジェクトは胎児調律クジラの博物館に入館拒否されたため訴訟を提起した。大さんのイルカを追い 世界で活動する。太陽国のプーケットでは、イルカプロジェクトは、シーシェパードと組んで、ドルフィナリウムの建設に反対した。また、中国に進出し、PR 活動をした。大事町の博物館2014年2月、オーストラリアフォードルフィンズ代表のサラ・ルーカスが、米のテレビ番組、60ミニッツのテレビカメラを連れて、大事町の博物館の中で撮影をした。 博物館によると、この撮影は観光目的と偽って無許可で館内を撮影したものだと主張した。以前に、そういうことがあったので、4日後にまた来た際に、係員が注意し、入館拒否した。だが、係員の英語力が不足し、プラカードを見せるだけの下足らずで、説明不足であったのを、ルーカスらは人種差別だとみなして、訴訟を提起した。また、 オバリーは、ルーカスと共に、東京で訴訟について、共同で記者会見をした。7月、退治町側は、全面的に争う構えを示した。ありがとうございます。